オリンピックスピードスケート元日本代表の黒岩俊幸さんが泉区の中学校で特別授業を行いました。この特別授業は日本オリンピック委員会が2011年から全国の中学校で行っているもので、泉区の南光台東中学校の2年生およそ50人が参加しました。講師を務めた黒岩俊幸さんはスピードスケートの日本代表としてオリンピックに3大会連続で出場を果たし、1992年のアルベールビルオリンピックでは銀メダルを獲得しました。授業では5人1組になってボールを回してつなぐリレーが行われ、生徒たちは協力しながらタイムを競い合いました。体を動かしてやっぱ部活とかにも活かせるところがあったので、ちゃんと活かせればなって思いました。